これです。ウィーディン、ベーディン、ベーディン。パニーニフットボールリーグ02。これはセブンイレブンで1パック300円ぐらいだったかな。ネットで遊べるワールドサッカーカード。カード全128種類、プラス18種類。レギュラーが74種類、スターが36種類、スタープラスが18種類、スーパーが18種類。全部で、146種類。で、これね、300円の割には、3枚しか入ってないね。1パック3枚しか入ってない。で、これはなんかネットでできるオンラインカードゲームということで、まあサッカー好きなんで買ってきました。で、クラブを作るには、あと6パック作んない、買わないといけないのかな、これ。3人しかいないから、3人じゃサッカーできないから、あと、まあ15人。あ、違うか。制作すると18人のプレイヤーが手に入るって書いてあるね。で、そっからこれをプラスしていくみたいな形。今度、やってみます。それは。とりあえずね、まあサッカー好きなんで買っただけなんですけど、ちょっと、開けてみます。誰だろうこれ。ゴールキーパー。ゴールキーパー。アラーニャ。アラーニャなんですね。ブラジル人で。チームどこなんだこれ。サントス FC のアラーニャ。お料理です。2枚目が、これ。ミケル・ライユン。ミケル・ライユンね。アメリカ。クラブアメリカ。クラブ、クメルじゃない。クラブアメリカのミゲル・ライユン。メキシコ人。まあ、知らないけどまあ、いいでしょう。次。最後。オフ。お、これは、アヤックスですね。アヤックスの、ロレンジ、違う、ロレンゾ、ロレンゾ、エベシリオ。オランダ人の、ロレンゾ、エベシリオ。若いね、まだこの子。22歳。22歳。サイドアタッカーみたいな感じだな。ヨーウィングができるサイドアタッカーみたいな選手。で、後ろにね、シリアルがあって、それを打ち込めば、そのオンラインゲームできるっていうか、オンラインゲームに登録できる。まあ、後ろは見せれないんですけど。まあ、この3人、ゴールキーパーとディフェンダー。あとフォワードですね。これは普通にレギュラーなのかな、全部。どこに書いてんだこれ。レギュラー。どう見てもレギュラーですね。ちょっとキラっぽくないんで。で、もう一枚このクラブオーナーになる。クラブオーナーになるにはどうすればいいのかというのが書いてあるのが一枚。で、それはなんでかサントフ FC のチーム選手リストみたいな。でも7人、8人しか書いてないけど。まあこれもよくわかりません。わかる方はコメントください、下の方に。そういうことで、今回は、パニーニフットボール02でした。それではまた。